どうもゆうです。というわけで今回は自力で簡単に二重にする方法について話していきます。でですね、皆さんやっぱり二重に憧れますよね。特にやっぱり今ね、一重の人だったり奥二重の人っていわゆる平行二重っていうものに憧れると思うんですよね。で僕自身もね、実際昔めちゃめちゃね、今も好きなんですけど、ジョニーデップが好きで、本当にね、あの方の目が好きなんですよ。でジョニーデップの目って結構ね、勝手見開くから分かりづらいんですけど、めっちゃ二重なんですよ。超幅広二重で、もうね、目を伏せた時にここにね、できる二重の幅、これがもうセクシー、ほんとセクシーっていう感じなんだよね。だから僕ね、本当にね、ジョニーデップになりたくて、やっぱりね、髪型も真似したし、同じね、タートオプティカルっていうメガネも買ったし、でやっぱりね、二重になりたいなと思っていろんな二重の方法を試してきたんですよね。で皆さんもね、やっぱりそういう感じで憧れの人っていると思うんですよ。でやっぱり可愛いなって思う人だったり、かっこいいなっていう人がいると思うんですけど、そういう方々ってやっぱり目が力あるでしょ。目力があって、でなんで目力あんのかなってよくよく見てみると、やっぱりね、二重だったりするわけですよね。で二重であることでやっぱりこう目が大きく見えたりとかするわけですよ。で実際ね、じゃあそういう人を見た時に、まあ自分のね、姿を鏡で見るわけですよね。でこう見た時に、ああ私一重だなとかね。で逆にね、あれ私一重だけど、これもしかしたら二重になったらめっちゃいけんじゃないとか思うこともあると思うんだよね。でそう思ってくるとさ、二重ってなんとかできないのみたいな。で調べるとさ、やっぱ手術とか出てくるけど、手術はちょっとなって思うじゃん。やっぱりこう体に傷つけるし、ちょっとやだな、痛そうだなとか思うじゃない。じゃあ手軽にできる方法何かないのって思って探した時にいろいろ出てくるでしょ。でそれで試してやってみて、で効果が出た人もいると思うんですよ。ところがですね、ほとんどの人が多分効果出てないはずなんですよね。これなんでかっていうと、結局ですね、その二重が定着するライン、これをいかに見極めるのかがすごく大事なんですよ。っていうか逆に言うと、自分が理想とする二重のラインってもちろんあると思うんですけど、そこだけ追い求めてるとはっきり言って二重になれないです、いつまで経っても。なんでかっていうと、まぶたの構造上やっぱりね、二重になりやすい場所っていうのがあるんですよね。でこれって人それぞれ違うんですよ。だからいわゆるネットで出てるような二重になる方法、こういうものを試したところで効果が出る人と出ない人が出てくるんですよね。でこれどういう風に知ればいいのかっていうと、それを説明するのがこの動画になってます。なので今までね、二重の方法を試してダメだった人も、今回の方法を試してもらえると、もしかしたら二重になるかもしれない、あるいは、一重でもよりね、目が大きく見えるようになると思います。なので今回は前半で二重まぶたの構造について話していきます。でですね、ここで二重まぶたになりやすい人っていうものをご紹介いたします。そして後半の方で二重まぶたマッサージについて話していきます。このチャンネルではこういう風に外見をきれいにする美容と内面をきれいにする心理学、2つにテーマを置きまして、様々なことを論じていきます。見逃したくないよっていう方はぜひチャンネル登録とベルマークもよろしくお願いします。またサブチャンネルではゲーム実況をやってます。美容メンタリストゆうや、ゲームで検索してみてください。では早速二重まぶたの構造について話していきます。でですね、最初に質問です。あなたは次の3つのうちどれかに当てはまりますか？手を使わずに二重にすることができる。寝不足や疲れで二重になることがある。ギュッと目をつぶるなど何かの表紙で二重になることがある。この3つどれかに当てはまれば二重になる確率が高いです。またどれにも当てはまらなかった、そういう人もいると思うんですけれども、そういう人でも、次に紹介するマッサージをやることでね、しっかりとね、目を大きく開かせることができるようになります。そのために二重まぶたの構造を知りましょう。キーワードは上眼瞼挙筋。何それって感じだよね。でこれ何かっていうと、結局ですね、まぶたってやっぱりこう開閉するじゃないですか。で開閉する時にまぶたを持ち上げますよね。で持ち上げるための筋肉が必要なんですよ。でその時の筋肉が上眼瞼挙筋なんですよね。でですね、この筋肉はまぶたの中をね、走ってるわけなんですけれども、一重の人と二重の人で決定的な違いがあるんです。まず一重の場合っていうのは、上眼瞼挙筋がまぶたの中をこう走って、でその先端が、まつげの皮膚とひっついてるんですよ。だからこうまぶたをこう開閉する時にしっかりね、こうまぶたを開閉してくれるんですけれども、そこでひっついてるもんだから、パッてこう上げた時に要は折り込まれる部分がないわけですよね。対して二重まぶたっていうのは、その上眼瞼挙筋がまぶたの下を通って、でまつげのところについてるんですけど、実はその先がですね、分岐しててまぶたの皮膚ともひっついてるんですよ。だから、二層構造になってて、ここがこうまぶただとしたら、まつげの方にこう一つこうついてるよね、ついてて、でこの辺にもう一個ね、分岐して、ついてるわけですよ。でこの分岐してついたまぶたの皮膚とひっついてるところっていうのが、上げる時に折り込まれるんですよ。ちょっとこれは折り込まれないな、これじゃと、こっちやな、こういう感じでこうなってるものが、上げるときに
要はこう折り込まれるわけですよね。だからここが二重になるんですよ。でここからがすごく大事で、結局ですねその二重の分岐点っていうものがあるかないかで二重になるかどうかっていうのが決まるんですけれども、じゃあね、一重の人が絶対ねあのまつげだけにひっついてるかっていうとそうでもないんですよ。これどういうことかっていうと、まぶたの脂肪が厚すぎて、要はですねその上眼瞼挙筋の、分岐した点っていうものが埋もれちゃってる可能性があるんですよ。で埋もれてると当たり前ですけど折り込まれることはないわけですよね。だからもともと二重になる素質があるにもかかわらずまぶたの脂肪が厚いために一重まぶたになってるっていう人がいるんですよ。でこれに該当する人がさっき質問で3つ挙げたじゃないですか。それのどれかに当てはまる人なんですよね。なのでそういう人は継続すれば必ず二重まぶたになれます。また完全に分岐してないよっていう人でもやっぱりねまぶたの脂肪っていうものをしっかりね流してあげることで、はっきり言ってね目が大きく開くんですよ。で目が大きく開けばそんな大差ないから、基本的に二重まぶたも一重まぶたもさ、だからしっかりねその脂肪を流してあげて目を大きく見せるっていうことが大事になってくるんですよ。でこの二重まぶたの構造っていうのを理解しておくことが本当に大事です。なんでかっていうと、僕が最初に冒頭でお話ししましたよね、あの自分の二重まぶたの定着するラインっていうものを知ることが大事だと。要はその自分が定着しやすいラインっていうのが自分の本来あるその上眼瞼挙筋の、ちょっと忘れそうになったね、上眼瞼挙筋の要は先端の部分がひっついてるところがイコール要は二重になりやすいラインのとこなんですよね。だから構造を理解した上でそのラインがどこなのかっていうことをしっかり知ることが大事になってます。ではもう皆さんね待ちきれないでしょ、待ちきれないっていう顔してるよ、ちょっと鏡で見てみ、すごい顔してるから早く早くみたいな欲してる顔してるよ。早速二重まぶたマッサージに入っていきます。でですねこの二重まぶたマッサージについてはちょっとねより目で撮らせていただきます。でですね僕自身は実際奥二重から平行二重になりました。でこれねもしかしたら照明の関係でねあんまり見えないかもしれないんだけど、僕のこういう感じ見えるかな、どう見せればいいのかな、これで見えてる、ちょっと見えやすい画像をこの辺にね出しておきます。これねあの結構ねなんて言うんだろう、あの照明がめっちゃ今ここに実はライトあるんですけど、このライトでバーって照らされてるから影ができにくいんですよ。だから二重がもしかしたら見えなかったかもしれないんで、この辺に載せときますね。で今回紹介するマッサージは3ステップです。で僕はその3ステップのことを1日ねちゃんとやって、でそれを継続することによってこういう感じで、普通に平行二重がね定着しましたので、ぜひね皆さんにもやってほしいです。いや暑い、ほんと今日暑いね、ごめんねなんか変な髪型で、ちょっと暑すぎてさもう前髪ガッて上げちゃってんだけど、もうこれを機にね前髪伸ばそうかなと思ってます。ステップ03ステップって言ったやん、4ステップじゃないですかみたいな感じで思ったでしょ。そうこれね本当はねステップに入れるかどうか迷ったんですけど、はっきり言ってねこれをやるのとやらないのとじゃあはっきり言ってもう効果が雲泥の差が出るんですよ。だから僕はこれはやった方がいいと思います。これ何かっていうと、こめかみからおでこまでのマッサージなんですよ。これ結構大事なんですね。これなんでかっていうと、結局ですね顔の皮膚って1枚じゃん、だからやっぱりねまぶたといえどもちろん眼輪筋があって、で上眼瞼挙筋があって、でそういうもので持ち上げてるわけですけれども、やっぱりね顔全体を引き上げるところっていうものをしっかりとほぐしておかないと、まあ効果は出づらいんじゃなかろうかっていう僕の憶測からやってみて、で実際ねそれをやった時の方が効果が、二重の定着が良かったんで、それをご紹介いたします。でこれどういう風にやるかっていうと、側頭筋ってありますよね、ここにあるんですけど、これね顔の皮膚を引き上げる効果があってリフトアップ効果もあるんですけど、ここをね指圧していくんです。指圧じゃないな、手の圧で押していきます。で具体的に使う部分としてはこの辺です。そう、焦点する部分ね。でこの部分を使ってしっかりと下からこうかき上げてあげて、ガッて持ちます。そう持つでしょ。で持ったらそのまんまこめかみの部分からこうやって揉みほぐします、上に。そしたらこんな感じでほらちょっとね歌舞伎役者みたいな、ちょっとすごいねこれリーゼントみたいに見えるじゃん、こんな感じで、突っ張れハイスクールロックンローって感じだね。でこういう感じで上げます。でそしたら下ろして、でこの要領でおでこもやるんですよ、ここも。だから僕今日髪上げてるんですけど、こうやってグッて、そうするとまぶたもこうやって持ち上がるでしょ。これでまぶたも、持ち上がってる感じっていうのをしっかり感じながらやってほしい。でこれはね別にね何回やれとかそういうものはなくて、やる前、二重まぶたを定着させるマッサージをやる前に自分が好きなだけやってください。ただこれははっきり言って顔のリフトアップ効果もあるから、別にね、それをやる時じゃなくてもしっかりやってあげることでやっぱりね顔って変わってきますよ。だからこのこめかみからやってあげて、
でこうやってやってあげる、おでこもやってあげる、でこの上の方もやってあげるっていうことをやってみてください。だいたいねこめかみからおでこまでで30秒ほどやればもう十分だと思います。まずステップ1ですね。ステップ1、これ何かっていうと蒙古ひだマッサージです。そう、蒙古ひだってみんな知ってる？うん、ここにあるんだよね、このこれこれ、あのなんかこう覆いかぶさってくるやつ、これがねあんまりありすぎると結局ですね、この目頭のこの今僕が見えてるさ、ちょっと充血してんね今日僕ね、あんま良くないな、この見えてるさ、なんつうんだろう、赤い部分あるでしょ、ここがやっぱりね覆いかぶさってると二重になりづらいし、あとこういう平行になりづらいんですよね、ここがこうガッてなってると、ここにね覆いかぶさっちゃってるから、でここをやっぱりね綺麗にしていくっていうことがまず大事になってます。でどういう風にするかっていうと、このですね親指と人差し指を使ってやっていきます。でどういう風に使うかっていうと、こうやってね普通につまむだけです、こうやってこういう感じ、そうするとここがねしっかり見えてくるでしょう。でここの柔軟性を保ってあげることが大事なんですよ。で実際ね蒙古ひだってはっきり言って切開とかしないと開かないです。開かないんですけれども、要はここをねしっかりと柔軟にしてあげることで、ここの部分赤い部分見えてきますよね。この赤い部分が見える面積っていうものを増やしていくといいんですよ。そうするともう普通にこう前から見た時も目が大きく見えますから、横幅が大きくなるからね。ここで、ポイントとしては基本的にですね、この、鼻の部分をつまむっていうよりは、目頭あるでしょ。でよくさ朝起きた時に、まあ、目やにとか出る時あるじゃん。で目やに出る時って大体この目頭のこの中に溜まるでしょ。でこれをこう書き出したりするじゃん。そこの部分をつまむんですよ、グッて。そうするとこんな感じで一気にね宇宙人みたいな感じになるんですよ。こういう感じ、うん、こんな感じにしてあげて、キープします。でこれをだいたい30秒ですかけるの5セット、うん、そのぐらい1日の中でやってあげてください。でですね僕ねやっぱりねここをやっぱり柔らかくすることすごく大事だなと思って、でもずっとこうやって押さえとくことって不可能じゃないですか。もうなんか手使いたくなるじゃん。だからなんとかして手で押さえない方法ないのかなと思ったんですけど、実はねあったんですよね、探した結果で。僕がね、使ってたのはこちらです。あ、ま、ごめん画像出せないかもしれないけど、アイパッチリンっていうやつですね。でこのアイパッチリンってめっちゃ怪しいんですよ。もうなんかパッケージから怪しいの、なんかプチ整形とか書いてるんだけどさ、超怪しくて、こんな本当に効くんかいなとか思って買ったんですよ。結局ね3つぐらいかな、リピートして結構効果あったんですよね。だから一応ね説明欄に貼ってます、見てみてください。本気で直したいなって思う人は多分ねおすすめです。でこれ特殊なテープでできてて、テンダーテックスって言って、なんかすごい高い柔軟性とあと通気性を兼ね備えた素晴らしい、こうなんだろう、絆創膏じゃないんだけどなんかそれっぽい、テープなんですよね。でやっぱり柔軟性と通気性があるから、まあかぶれにくいわけですよ。普通ねテープとか貼ったらかぶれちゃいますけど、まあかぶれないんですよね。だから僕これを愛用してたんですけど、はっきり言ってこれはおすすめです、うん、僕はっきり言って二重になる上で、欠かせないアイテムだったなって思うのはこれです、うん、なんだっけ、アイパッチに。もうね二重が定着するまでずっと使ってました、うん、はっきり言って、うん、寝る時とかもつけてたしね、うん、だからこれね意外といいです。ただ貼るのにね結構ねテクニックというかコツがいるんですよ。だから何枚か多分ね無駄にしちゃうことが多いと思うんで、まあ一応ね説明欄には、なんだっけ、割とお得用でたくさん入ってるものと、まあお試し用みたいな感じでちっちゃいやつ、少量の入ってるやつっていうものをご紹介してますので、ぜひね見てみてください。次にアイホールラインマッサージ、これも結構重要です。これどういうことかっていうと、アイホールって皆さんご存知ですか？普通にねメイクする人とかはわかるかな、うん、メンズは多分わかんないと思うけど、眉毛をこう上げていただいて、眉毛上げたらまあこんな感じになるじゃないですか。そしたらここの部分にさくぼみあるのわかります？なんていうのかな、眼球と骨のくぼみみたいな、うん、そこがアイホールラインって呼ばれるんですけど、ここをマッサージしていきますね。なんでここをマッサージするかっていうと、結局ですねここをマッサージすることによってまぶたの脂肪っていうものが流れやすくなってくれるっていうのと、あとですね理想的な二重のラインを作る上でやっぱりねアイホールラインって外せないんですよ、もともとくぼみがある場所だから。なのでここをしっかりマッサージしていきます。でマッサージの仕方としては親指を使ってください。親指ね、で親指を使ってまずですねこの目頭側から目尻側まで指圧していきます。でこれやるときに注意点としては、まずですね眼球のところになってくるんで、はっきり言って力強くやっちゃダメです、うん、優しく気持ちいいぐらいでやってください。でこうやってね、さっきの、蒙古ひだをやるときにこうやってやったじゃん。でその時のこの部分からやっていきます。を骨に向かってこうやって上に持ち上げる感じです。そうで骨に沿って、でこの時場所を移動させるときも肌をするんじゃなくて、一回離して横にずらして上に上げていく。そう、それが大事です。でここですね、
でここでこうやってやってると分かると思うんですけど、なんとなくこうさ iPhone ラインのところにこう線ができるでしょ、うん、ここの部分っていうのが結構大事なんですよ。だからここの部分をしっかりほぐしてあげて、でなるべくですねこうやってで真ん中こっちみたいな感じじゃなくって、連続性を持ってやった方がいいです。こうやってなんていうのかな、しっかり、隙間がないようにマッサージしてあげるっていうことが大事になってます。最後はこういう感じでね、少し歌舞伎役者みたいな感じになります。でこれも30秒で3回ほどやってみてください。そして最後、目頭と目尻を押さえて癖づけ。でこれがめちゃめちゃ大事です。これなんでかっていうと、結局ですねこれで、二重自分が定着しやすいラインどこかなっていうのを探ることができるからです。でやり方としましては、中指と人差し指こちらを使います。で中指を目頭、そして、人差し指を目尻っていう感じでやります。だからこっちもこういう感じですね。でやって、でこうやってね、あのグッて押さえると分かるかな、二重のラインがこうやってできると思うんですよ。ここ今の僕の二重のラインここですけど、こういう感じね。そうそうそう、このラインでキープするのがすごく大事なんですよね。でこの時にやってほしいのが、ただこうやってやると、まあ普通に二重になる人はなると思うんですけど、これでキープするっていうよりは、一回ね、あの上に上げるんですよ、グッて。そう、上に上げて上げた上で、アイホールラインがさっき、ね、さっきマッサージの時アイホールラインって言ったじゃないですか。あそこの位置までこの状態のままね、上に上げてあげて、でそのアイホールラインにかませるような感じでこう下ろしてくるんですよ。そうすると自分に合った二重っていうのがしっかりね定着するような感じになります。だから僕の場合だと、もうすでに今自分に合った二重のところに定着してるんで、こうやってやって上に上げて下ろしても、結局ね自分の二重のラインになってるわけですよね。そう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 、ここが実は定着させるラインなんですよ。だから自分の理想としてるね、あのラインってもちろんあると思うんですよ。すんげー広くしたいとか、ただそのすんげー広くしたいっていうのはかなりね難しいんです。その毛孔肥大の関係にもよりますから、あとは骨格の関係とかにもよるからね。だからね、不自然に見えないような自然な自分での自力での二重の仕方っていうものは、こういう風に上に上げてアイホールラインにかませて見つけるんですよ。そしてここの場所にしっかりと癖つけていくことが大事なんですね。だからこれはですね絶対やってほしい。でこれね多分他のどの、人も言ってないんじゃない。だって他の人たち多分ねこうやってやるっていうのは言ってるけど、それによってどこが、二重ラインになるかっていうことを言ってる人って少ないと思うんですよ。でも絶対これはもうね声を大にして言いたいんですけど、こうやった上でアイホールラインに上げます。そしてアイホールラインのくぼみにかませる感じで下ろして下に、その時にできた二重の線、この線をしっかりとつけてみてください。ずっと継続して、そうすると本当にね定着します。でかくいう僕もこれをやってたんですけれども、はっきり言ってね定着しなかったの。3ヶ月ぐらい頑張ったんだよ。でもなかなか定着しなくて、でもうダメかなとか思ってた時に、まあいろんな人のね動画だったりいろんな人の、サイトとかを参考にしながらやってたんですけれども、全くならなかったんですよ。で僕が取った方法は、いやでもなんかあの外国の人とかってすごい彫り深いじゃんと思って、で彫り深いところに、要は二重まぶたとしてじゃなくてこうやって影ができるじゃん、それでそこの部分が折りたたまれて、要は、二重になってんじゃないのとか思ったわけですね。でそれをやるためにこれをやった上でアイホールラインにこうやってかませて、しっかりこう下ろしてみたんですよ。でその状態でキープするようにしてみたら、あら不思議、これね1週間ぐらいで定着したんですよ。一気にね、それまで3ヶ月ぐらい頑張ったけどダメだったんだけど、一気に1週間ほどで定着したんですよ。だからこれはすごいなと思う。でそれから、5年ぐらい経ってますけど、もうこのままですしね、うん、割とね僕綺麗な二重してると思うんですよ。これ作ったんですよっていう話なんですよね。だから、ねあのちょっと今日髪型ダサいからあんまかっこよくないけど、目だけ見たらねかなりねいい感じになってます。でしかも多分近くでこうやって見たら恋に落ちるかもね。まあそれは冗談なんだけど、それはね置いといて、まあこういうねマッサージをやってあげてください。その二重のラインっていうのを見極めるためにしっかりとね、目頭と目尻を押さえて上に上げてアイホールラインにかませて下に下ろす。でその位置でキープする。でこのキープする時間はまあね30秒ぐらいとか言いたいところなんですけれども、個人的にははっきり言って、自分ができる時間であればほぼね、やるぐらいの感じ、逐一やってあげるぐらいの感じでやってあげた方が僕はね効果は出やすいかなと思います。実際僕もずっとやってました。ずっと本当で家にいる間はほぼずっとやってたし、でこれねあの手で押さえとくのはやっぱりねめんどくさいんで、あのさっき言ったアイパッチにあれを目頭と目尻にこう貼って、で疑似マッサージみたいな疑似ライン付けみたいなことをやってましたね、それをやることで、家の中にいる時もそれで定着させてて、で寝てる時もそれやってました、だから定着したのかなっていうのもあるんですけれども、まあ基本的にはなんだ
ろうな、あれって、まあ、皮膚を引っ張るものなんで、すごく皮膚を引っ張ることはお勧めしないです。お勧めしないですからね、僕言いましたからね、お勧めしてないですよ。で、無理やりやることもお勧めしません。マッサージに関しても自分が気持ちいいなって思える範囲でやってあげてください。で、引っ張る時に関しても自分がですね、まぶた伸びちゃうかなって思うんであれば、少し力もね弱めながら、自分の、目と相談しながら、まぶたの皮膚と相談しながらやってみてくださいね。というわけで、今回は自力で簡単に二重になる方法をご紹介いたしました。どうでしたか？意外とね、僕が一番大事にしてほしいことっていうものが、はっきり言って二重の定着させるラインなんですよね。ここを間違ってしまうと、多分ね一生効果が出ないと思うんですよ。だからしっかりとですね、このアイホールラインっていうものを確認していただいて、でそこに対して食い込ませるっていうのが大事になってます。同時にですね、それを探るため、あるいは定着させるためには、やっぱりねこの毛孔ひだっていうものを何とかしないといけないです。だからステップとしては、やっぱり毛孔ひだをしっかりなじませてあげて、柔らかくしてあげて、でその上でこの、アイホールラインっていうものの脂肪を流してあげる。そしてその、毛孔ひだと脂肪の部分っていうものを流しながら、目尻を押さえていただいて、でそれをアイホールラインに上げて、で下に下げる。でそこで定着する位置を探すっていうこと、これをやってあげることで、ほんとね、早い人だったら多分結構早く効果出るんじゃない。僕だったら、まあもちろんね、それまでいろいろやってたっていうのもありますけど、1週間ほどで、定着したんで、もう寝ても覚めてもこれだからね、すごくない？だからまあみんなもね、希望を捨てずに、絶対ねできます、継続すれば。で継続する過程で、やっぱりねこれダメかなっていうものは排除していって、逆にこれやった方がいいかなっていうものはプラスしていって、でそういう試行錯誤の結果、やっぱりね二重って作れると思うので、しっかりね皆さんも頑張っていきましょう。絶対なれます、僕だってなれた、君にもなれる。この動画が少しでも役に立ったよっていう方は、評価ボタンよろしくお願いします。あとここまでね動画見てくれた方限定にお伝えするんですけれども、実はですね、二重になる方法これだけではございません。そう、実はこれだけではない。だからですね、またねこういう配信していきますので、見逃したくないよっていう方は、ぜひねチャンネル登録とベルマークを押しておくことをお勧めします。それから Twitter、Instagram、TikTok でも YouTube になる前のショートバージョンを公開中、ぜひ概要欄からフォローお願いします。そんじゃ。またな。